パンダちゃんから、これは、ここに回すって書いてあるよね。ほら、回すって書いてあるので、これを回したらいいのかな。じゃあ行くよ。よいしょ。これを回すと、メロンパンダちゃんが出てくるんだね。こんな感じ。キューブってできてるから、ここ合体できるんだね。ここは、ここになんか出っ張ってるから、この赤ちゃんマンの、ここと、こうやって、合体できるんだ。あ、くっついた。お、ほら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 。こうやってすることができるんだ。ここを出して、ここは赤ちゃんマンの場合は回すって書いてあるから、これ回してみるね。ということは、回して、回す。こんな感じで出てくるんだね。はい。これ結構キーホルダーになってるので、こういうのをくっつけておいたらね、楽しいかもしれないね。じゃあ、次、次いくよ。次、これ。これ、ちょっとよくわからないんだけどね、後のキャラクターは。これも同じように、ここを回すと、ほら、これこれ。よくわからないですね。次、これ。じゃん。お、どこれ。押すって書いてあるね、今度は。押してみようか。上か。せーの。うわ、やほいって出てきたね。ね、こんな感じ。次は、これ。あ、これは回すだね。さっきね、メロンパンナちゃんと一緒だね。よくわからないキャラクターがどんどん出てますが。お、これ新しいね。これ押すって書いてある。いくよ。せーの。ダーン。お、ちょっと怖そうな顔したのが出てきたね。ふいでね。はい。こんな感じで、アンパンマンたちの仲間以外にもあるみたいだよ。でもこれって、こっちのシリーズはちょっとくっつかないみたいだね。合体はできないみたいだよ。アンパンマンだけ合体できました。じゃあ、楽しかったかな？また他の動画も見て楽しんでね。じゃあ、またねー。みんな動画は楽しかったかな？次の新しい動画が見れるようにチャンネル登録しておいてね。おすすめの動画は上の動画になります。ハテナになっているので、どの動画がいいか探してみてね。はい、皆さんこんにちは。今日はじゃーん、これアンパンマンに出てくるガチャガチャかな。こういったものが出てくるんだね。いろいろで入ってるので、ちょっといろいろ試してみたいと思います。まずは今日はメロンパンナちゃんと、今日は赤ちゃんマン。でもこのアンパンマンシリーズ以外にもこういったいろんなのが出てるみたいなので、全部やってみたいと思います。まずはメロンパンナちゃんから。これは、ここに回すって書いてあるよね。ほら、回すって書いてあるので、これを回したらいいのかな。じゃあいくよ。よいしょ。これを回すと、メロンパンナちゃんが出てくるんだね。感じ。キューブってできてるから、ここ合体できるんだね。ここは、ここになんか出っ張ってるから、この赤ちゃんマンの、ここと、こうやって、合体できるんだ。あ、くっついた。お、ほら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 。こうやってすることができるんだ。ここを出して、ここは赤ちゃんマンの場合は回すって書いてあるから、これ回してみるね。ということは、回して、回す。こんな感じで出てくるんだね。はーい。これ結構キーホルダーになってるので、こういうのをくっつけておいたらね、楽しいかもしれないね。じゃあ、次、次いくよ。次、これ。これ、ちょっとよくわからないんだけどね、後のキャラクターは。これも同じように、ここを回すと、ほら、これこれ。よくわからないですね。次、これ。じゃん。お、どこれ。押すって書いてあるね、今度は。押してみようか。上か。せーの。うわ、やほいって出てきたね。ね、こんな感じ。次は、これ。あ、これは回すだね。さっきね、メロンパンナちゃんと一緒だね。よくわからないキャラクターがどんどん出てますが。お、これ新しいね。これ押すって書いてある。いくよ。せーの。ダーン。お、ちょっと怖そうな顔したのが出てきたね。ふいでね。はい。こんな感じで、アンパンマンたちの仲間以外にもあるみたいだよ。でもこれって、こっちのシリーズはちょっとくっつかないみたいだね。